ドン、あの場面はな、湯浅にかけるしかないと思った。岡田監督、コーチの、誰も湯浅を言わなかったんですけど、2日前に宮崎から帰ってきてぶっつけ本番だったけども湯浅が出てくるとファンのムードがガラッと変わると思って、それにかけましたね。大山雄介、湯浅登板の時の歓声が勝利を呼んでくれたと思います。ええやん。まあこの試合のターニングポイントやな。あの8回は大きな意味があったんやな。あれは勝負師やと思ったね。岡田大監督、本当にあそこでいけるって思えた。ファンの声援込みで勝ちに行く。ガチで雰囲気がラッと変わったもんな。投手の調子や能力以上に正解の采配ってあるんやな。フェニックスリーグでの湯浅の活躍も見てたんやろうな。この試合はほんと采配で勝ったわ。だいぶ賭けだよな。打たれたらこのシリーズ終わるぞ。流れ持ってくるのもきっついな。まだまだわからんくなってきた。他ファンやけどおもろすぎる。今年の日本シリーズ盛り上がりすぎや。湯浅は完全復活や。神采配すぎる。